どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、レベル50の時の属性ランキングという動画をですね、作っていきたいんですけども、以前にですね、武力と知力に関しては作らせていただきました。で、今回に関してはですね、速度ということでですね、ランキングを作っていきたいと思うんですけども、割と武力、知力の時はですね、そもそもの属性値、初期値が高い武将っていうのは、伸び率も高いっていう関係もあってですね、その初期値のランキングが高ければその最終的なレベル50でのランキングも高いみたいなね、現象が生まれてたわけなんですけども、まだ残ってる速度と統率に関してはですね、そこら辺に結構食い違いがあってですね、そんな武将がそんな位置なのっていうことがですね、結構あるかなと思いますので、見ていて楽しんでいただけるんじゃないかと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。そしたら10位から発表していきましょう。はい、いきなり波乱なんですけども、星4武将の劉邦がですね、10位ということになっております。で、初期値ランキングでもですね、9位ということでですね、そこそこの位置にはつけてるんですよね。で、過去の武力知力に関してもですね、初期値のランキングで言うと高いっていうのはですね、いたんですけども、伸び率っていうことも考えてトップ10に入るっていうことはですね、なかったわけなんですよね。なんですけども、速度では劉邦が入ってるということなんですけど、なんでなんでしょうね。逃げ足が速かったみたいな、なんか当てつけみたいな感じで速度を高くされてるんでしょうか。僕が知らん中でその速度が高くなるようなエピソード他にあったのか、ここら辺は分かりませんけどもね。でですね、おすすめ編成ということなんですけども、ちょっと今回はあえて紹介しないでおこうかなと思いますね。劉邦自体がですね、星4の中でもですね、なんか星5と並んで使えるっていうような印象が特にない武将っていうところがありますからね。で、こういう戦法、キコの勢いは継承戦法にもなりうるんですけども、まあその味方が通常攻撃を受けた時にダメージを出すみたいな戦法になってますよね。なんでそれ自体は悪くないんですけども、劉邦自体のスペックがそこまで高くないので、その与えられるダメージっていうのもですね、知れてるんじゃないかなと思いますね。まああえて言うなら弓の適性が A になってるので、その呂布と合わせて使うみたいなね。で、呂布も、一応弓の適性 S になってるので、その一騎打ちが発生した時にですね、劉邦が横槍を入れるみたいな形で使うのがまあ正解かなっていう気がするんですけども、まああえて使う必要はないんじゃないかなと思いますね。で、次9位なんですけども、紹介ということになってます。この人物に関しても速度が速いっていう印象は特にないですね。どちらかというとですね、当該とかの方がなんか先に生徒入りしたっていう印象があって、そっちの方がなんか早いんかなと思ってたんですけども、そうではないということになってますね。で、初期値ランキングでは7位ということになってるので、伸びっていう点で見るとですね、そうでもない武将になってるんじゃないかと思います。でですね、テンプレ編成で使われることってほとんどないかなと思うんですけども、唯一ですね、その中国の先行サーバーでテンプレ編成としてですね、表に載ってたのが、曹操を首相として核と紹介を副将とする編成ですね。非常に義法旗と似てるところはあると思うんですけども、曹操のですね、兵集弓をですね、宝物で S にすることによってですね、なんか義法弓みたいな感じでですね、紹介されてました。で、継承戦法に関してはまんま義法旗と同じで、そのテイクのところが昇華になってるというだけではあるんですけども、割と強そうに感じる編成ですよね。もし昇華がランクアップマックスまでいってるみたいな方がいたらですね、ぜひ試してもらいたい編成ということになってます。次8位なんですけども、関羽ということになってます。まあ、この武将に関してはですね、全属性、まあちょっと政治はあれですけど、以外はですね、割とその平均的に高いっていうところになってますので、まあ納得かなっていうところですよね。オールマイティキャラっていう感じがしますからね。でですね、その速度、初期値が74となってて、なんか他の武力とか統率の90代に比べたら少なく見えるんですけども、その初期値1位の各下ですらですね、この初期値の速度っていうのはですね、83しかないということになってますので、74でも十分に高いということになってます。ただ、こちらに関してもですね、初期値ランキングでは9位ということになってるので、伸び率はまあそこそこなのかなといった印象ですね。次7位なんですけど、カダなんですよね。これも全然意味わからんなっていう感じなんですけど、なんか早いエピソードあるんですかね。新鮮がそんなにその属性のポイント振り分けっていうのを適当に決めてるとは思えないので、何かしらあるのか、
それともですね、この、速度っていうのをですね、そこそこ高く振らないと、このカダっていう武将がですね、まるで使えないということでですね、お情けでこの数字にしたのかはわからないんですけども、まあ7位ということになってますね。初期値に関しては2位ということになってますので、相当早いということになってます。で、この画像なんですけど、一応その右手でメスをね、持ってる画像になってるんですけど、僕これがスプーンに見えてしょうがないんですよね。僕も見えます、私も見えますっていう方いたらコメントいただけたらと思うんですけども、まあちょっと話それましたけどね、この方一応速度は速いとじいさんなんでね、なんか逆に遅いのかなという気はするんですけども、一応7位ということになってます。でこちらのおすすめ編成に関してはですね、まあ白馬騎銃を覚えてますので、その速度が速いっていうのが生きてこないかもしれないんですけども、同じ速度が速いような部隊と相対した時ですねっていうのはですね、この速度が速い武将っていうのが、先に動けるっていうのは優位になってくるかなといった印象ですね。ただそのカダ自体が速く動くことに特に意味はないと、継承戦法がね、武法陣と白馬騎銃っていうことになってますんでね、やっぱりその長戦とか旅霊騎が速く動いてなんぼっていうところはあるんじゃないかと思います。次は花公園ですね。なんかこの武将は納得だなっていう印象はありますけどね、っていうかその技能武将たちってなんか騎兵に乗りなってれてるような印象がありますので、みんな早いのかなといったような印象がありますね。でですね、一応ですね、初期値は7位で、その最終的な属性が6位ということになってますので、伸びはまあまあいい武将になってるんじゃないかなと思いますね。 1.33 ということになっております。でですね、一応おすすめ編成といたしましては、やはり勧誘機にさせていただきました。まあその花公園を使う編成って本当に多いんですけどね、延期場なんかでは首相張れますし、あとその長領とあと各家と組ますみたいな編成でもですね、結構使えるということになってますので、その火力制御ともにですね、非常に優れた武将ということでですね、かなり使い勝手はいいんですけども、こんだけ速度が高かったらですね、同じような相手と相対した時もですね、その速度が勝ってるがゆえに先手を取れるみたいなこともですね、結構あるんじゃないかなと思いますので、かなり頼もしい武将ということになってます。さあ折り返しが過ぎたところですね、5位ということになってるんですけど、長戦なんですね。これもよくわからないな、肩が速い理由がわからないのと同じということになってますね。で、初期値に関しても5位で、最終的な、属性値っていうことでも5位ということになってて、かなり速い部類の武将になってるんじゃないかと思いますね。で一応おすすめ編成に関しては先ほどの肩の時と同じということになってるんですけども、その先ほどちらっとですね、同じ先行同士で先に動けたらみたいなことを言ったと思うんですけども、挑戦が早く動くことにはですね、大きな意味があるかなと思いますので、この属性の高さっていうのはですね、十分に活かせるんじゃないかと思います。ただやっぱり兵士適性がね、非常に低いので、同じ速度だったらですね、 S の武将には負けてしまうっていうところがありますので、その武法陣で使うにあたってもですね、やはりその A ぐらいにはしておきたいかなといったところですよね。次4位はですね、ここで各家が早くも登場してしまうんですよね。これはめちゃめちゃ意外でしたね。その初期値の属性ランキングでは圧倒的1位ということですね。2位と5ポイントも差をつけてということになってるので、他の属性ではですね、ありえないぐらいの差がついてるっていうことなんですよね。その例えば統率とかだったらですね、5差がついたら1位と10位ぐらいの差があるということになるんですけども、その速度に関してはですね、もう1位と2位の間だけでも5離れてるっていうことになってますので、この武将がですね、4位ということはですね、伸び率がいまいちということになってるということですね。劉邦よりこれ伸び率悪いですからね、相当悪いっていうことなんで、これ早死にしたんが理由なんですかね。そこら辺も考えてなんか伸び率を悪くしてるのかもしれないですね。まあ、兵は神速をたっ飛ぶというような言葉のね、元にもなったような人物ということになってるので、これだけ速度を速くしてるんだろうなという気はするんですけどね、伸びがいまいちということになっちゃってますね。でおすすめの編成に関してはですね、これは一応呂布三世にさせていただきました。他にもですね、先ほどちらっと言った延期場とかでも使えるかなと思ったんですけど、まあそうですね、各が使う編成で一番インパクトあるのって言われたら、やっぱり呂布三世になるような気しませんかね。僕はそう思ったので、このようにさせていただきました。で、先日のアップデートでですね、その騎兵適性が S になったというところでもですね、若干使いやすくなってきたかなと思うんですけども、その S になったがゆえにですね、この各家にですね、何かしらこう制御を付与したり弱体化を付与するようなですね、突撃戦法なんかを覚えさせて、で、その相手より先に行動して先にそれを打ってっていう感じでの使い方、なんか新たなテンプレ編成が生まれたら面白いななんていうこともですね、考えてます。なんか将来的にですね、期待ができる人
物ということになってますね。さあ、そしたら3位ということになってるんですけども、呂布ということになってますね。で、呂布はですね、初期値ランキングでは9位ということになってますので、かなり伸びがいいということになってますね。全体的な伸びで言うと多分、2位とか3位とかそんなレベルやと思いますけどね、かなり伸びはいいということになってます。で、その武力統率速度、この3つの合算値っていうことで考えると、多分呂布が全武将1位なんじゃないですかね。それぐらいですね、優秀ということになってますね。やっぱりなんか早い印象はありますよね。それは多分関戸馬に乗ってたっていうのがですね、大きいんじゃないかなと思うんですけども、まあそれを言ったら関羽もそうなんでね、やっぱりその呂布って、なんかこう逃げるときに関戸馬で逃げて追っかけても追いつかないみたいなシーンが 2,3 あったような気がするんですよね。その横前光先生の三国志の話ではあるんですけどね、それもあってなんか足が速いっていう印象がですね、ついてるのかもしれないですね。で、2位は高孫さんということになってますね。これもかなり意外でしたけどね。やっぱりその白馬義獣というですね、その騎兵部隊っていうのを持ってたっていうのがですね、その速さのゆえんになってるんじゃないかなと思いますね。で、固有戦法もですね、もうその名の通り白馬義獣ということになってて、これがですね、この高孫さんが統率する場合はですね、そのアクティブ戦法発動率アップっていうのが速度の影響を受けるということになってるんですよね。で、速度がですね、レベル50時全武将2位ということになってますので、その固有戦法とですね、非常にマッチングしてるっていうところになってますよね。他のその兵種戦法を持ってる武将たちもですね、その誰それが統率した場合は、属性の影響を受けるっていうのはあるんですけども、その最終的な属性値のランキングで、上位そんなベスト3なんかに入るなんていうことはないんですよね。それを考えるとですね、その高孫さんっていう武将がですね、この白馬義獣を、まあ、覚えた状態で編成に入れたくなるような武将というのはですね、分かっていただけるんじゃないかと思います。でですね、おすすめ編成に関してはですね、これ以前高孫弓ということでですね、動画1本作ってますんで、まあ、気になる方はですね、高孫弓で検索者出るかなと思うんで見ていただけたらと思うんですけども、こちらの編成もかなり強いということになってますんでね、ぜひ、使える方は使ってみていただけたらなと思いますね。兵種戦法を、こういう戦法する武将の中だったらトップクラスに使えるんじゃないですかね。1位2位を争うんじゃないかなと思うんですけども、案外僕はですね、まあ個人差あると思うんですけども、ランクアップ重ねられないと多分 2,3 回しか引いたことないんじゃないかなっていう武将になっております。で、栄えある第1位はですね、長領ということになってますね。なんかまあ武将のネームバリューで考えると納得かなと思うんですけども、そのこのランキングがですね、発表される前ですね、この動画を再生した段階でですね、長領が1位だろうなって思ってた方は少ないんじゃないかなと思うんですよね。まあその非常に速度の速い閣下とですね、共に行軍していたと、あれ右岸討伐の時だったかなっていうのもあって、でさらにその閣下が早く行こう早く行こうって求めてたのに応えれたみたいなね、エピソードもありますんで、そういったところからですね、この速度が速い、伸び率が非常に高いということになってるんじゃないかなと思いますね。初期値ランキングでも2位ということになってるんですけども、伸び率だけ見ると全武将1位ということでですね、最終的には150を超える速度になるということになってますので、まあ、非常に使いたい武将ではあるかなとは思うんですけどね。武力も統率も非常に高いですからね。ただそのシーズン2の低排出武将限定武将ということになってますので、まあランクアップが難しいんですよね。僕も、1枚持ってるんですけど、その無凸ということでですね、なかなか使い勝手が悪くなってきてるといった印象なんですよね。まあそのサーバー環境にもよるかなと思うんですけども、重課金者が多い、そのサーバーだったらですね、やっぱり無凸で使うっていうのはかなり勇気がいるかなというところなんで、一応その今調理を使った編成っていうのをですね、試してはいるんですけども、まあそこまでなかなかこう成績を伸ばせてないっていうところはあるということになっております。はい、いかがだったでしょうか。今回はレベル50時の速度のランキングということでお届けさせていただいたんですけども、どうでしたか。面白かったでしょうか。で、もうあと統率だけということになってるので、動画4本分でのまあシリーズネタということになってしまってね、若干寂しいところはあるんですけども、統率に関しても速度ほどではないかもしれないんですけどね、割とこうその初期値と最終的なランキングがこうぐちゃぐちゃってなってる部分もあるということになってますので、ぜひご期待いただけたらと思います。よろしくお願いします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。